船岡咲のサキチャンネル。皆さんこんにちは、船岡咲です。今日は海に来ました。伝わるでしょうか。今日はですね、海に行くってずっと予定を立ててた日なんですけど、今日に限って大雨警報が出ています。こんな大雨の日に海に来る人は果たしているんでしょうか。実は今私しかいません。逆に貴重、貸し切りです。海、私の海。まあ海の家もやりませんよね、こんな日。でもカラソル、夏っぽい。夏だ。私本当によく海には行くんですよ、グラビアアイドルだから。なんだけどプライベートで海に来たことがないのよ。あるんだけど、なんですか、海をこう近寄ってみるみたいな、こう海に入ったりとか、わざわざ海に来ないんですよ、プライベートで。だから今年は来ようかなって思って予定してたんですけど、こんな感じです。今日はすごい雨、すごくない？私本当はこの波打ち際をね、パシャパシャってやりたくて、こんなサングラスもさ持ってきてさ、で海の家がまだやってんのよ、本当なら。今日閉まってんだけど、本当海の家やってたから、お酒なんかをこう飲みながら海パシャパシャしたかったの。まあ、逆にいなくない？こんなどんより海ないよね。え、入っていいのかな、足入っていいのかな。入る？風邪きそう。色がないね、夏っぽくないね、全然。あ、でも海だ、ちゃんと海だ。海来た。お客さん全然いないの、逆に良くない？ね、監視本部よりご来場のお客様にお知らせします。以上、監視本部でした。実はね、もう海でがっつり楽しむために水着仕込んでるんですよ。なんかこんな日に水着を仕込んでる女ってちょっとね、恥ずかしいと思ったけど、まあ、せっかく仕込んでるから水着なのかって思うんだけど、どう思います？恥ずかしいよね。でもこんな日に誰もいない海で水着になる。え、どうする？せっかく仕込んでるから脱ぐ？脱ごうか。じゃあ脱ぐ。恥ずかしい。
なんか水着になってる人が一っ子一人いない、マジで誰もいない、恥ずかしい。どう、恥ずかしいじゃん、すごい見てるよサーファーの人。パリピウェーイ、恥ずかしい、結構恥ずかしい、 若者の男子もいる、恥ずかしい、あとすごいびしょびしょ、本当に恥ずかしい、人若者いるよ。以上、船岡の夏海でした。